私たちの研究所は2017年1月に旧東南アジア研究所と地域研究統合情報センターのが統合しまして、一つの新しい研究所として再出発しました。で、私たちの研究所が目指す研究は、今世界で生じています環境破壊、それから災害ですとか人口の高齢化、紛争あるいは経済格差による貧困の問題というような諸課題を抱えていますけれども、それに対して理解を深めて、かつ解決を提示できるような研究を分野を超えて展開しようとしています。で、そのためには人文社会系の研究分野を超えて、学際的な研究を現地の過去と現在のリアリティに根ざして進めようとしています。さまざまな先人による知識の蓄積がありますけれども、これを踏まえて、東南アジア地域に限らず世界、諸地域の地域社会へのコミットメントを強めて、グローバルにインパクトのある研究を進めようとしています。私たちの研究所は人文社会系の人類学、歴史学、文学、それから政治学、経済学といったような分野に加えまして、理系の農学、林学、医学、工学、あるいは情報学といったような分野も一緒に研究をしております。そして常勤のスタッフが35名おりますけれども、その中にはタイ、フィリピン、オーストラリア、イギリス、アメリカなどの多国籍の研究者を擁しております。そして若手および客員の研究員を含めますと70名ほどの大所帯になりますけれども、多彩で多国籍の研究者たちが共通に持っているのは、地域に対する思いと、それから地域に直接関わるフィールドへの関わりという姿勢です。私たちの研究所は国内外の研究者の研究成果を発信するために、英文和文の学術誌、そして英文和文の学術総書を出版し、かつ5カ国語のウェブジャーナルを発行しています。それから図書館では25万冊に上る、これは東南アジア諸語の本も含めますけれども、25万冊余りの書籍を有しています。そして地図、画像、それからデータベースなども多種保有しています。タイのバンコクおよびインドネシアのジャカルタにもう50年にもなるんですけれども連絡事務所を持っています。で、この連絡事務所では調査のベースにもなりますが、現地の研究者およびいろいろな方々とのネットワークを広げるために、維持するために持っていまして、いろいろな内外の研究者にも利用していただいています。今この研究所で進めています一番大きなプロジェクトは、日 ASEAN 共同による超学際生存基盤研究というやや難しい名前の研究プロジェクトです。で、ここでは先ほど申しましたようなたくさん の問題、課題に対して、研究者だけではなく ASEAN の諸国の行政、ビジネス、そして市民団体の代表といったような多国籍でかつ多彩な人材を集めまして、そういった課題に対してどのように豊かな社会、多元的な人間の共生が可能になるような社会を構想していくような研究と実践を進めています。特筆すべきものとしては、共同利用共同研究の拠点となっています。ここでは東南アジア研究、それから地域研究に関わります国内の諸機関あるいは研究者、そして国外も含めた研究者に対して、私たちの研究の場を共同研究のために開いて、かつさまざまな研究資源を提供しています。で、こうしたことに加えまして、もちろん個々の研究者は皆自身の関心に沿って、それぞれの大小のプロジェクトを進めています。
東南アジア研究及び地域研究に関わる2つのコンソーシアム立ち上げと運営に関わってまいりました。一つは JCAS といいまして地域研究コンソーシアムというのですが、これは2004年に国内の地域研究に関わりますさまざまな研究者コミュニティ、関心を持つさまざまな社会の団体と、今では100余りの組織が加盟していますけれども、情報共有および交換を目指すコンソーシアムです。でこれには事務局として参加しています。それからもう一つは CACIA といいますが、これは国際的な東南アジア研究をアジアにおいて盛んにしていこうというコンソーシアムです。こちらは2013年に8カ国1地域の11機関が協力して始めました。でこれも情報共有やアジアからの東南アジア研究の発信を強化していこうという趣旨で進めています。このように当研究所は国内外の地域研究及び東南アジア研究の結節点の役割を果たしています。まず学内では大学院アジアアフリカ地域研究研究科及び医学研究科などの研究科の大学院教育に協力しています。それから国内外から多くのポスドック研究員、若手の研究者たちを集めてここで一緒に研究を進めています。それから毎年1977年から東南アジアセミナーというのを開催しておりまして、これは2010年以降は海外で東南アジア各国で開催しております。現地の機関の協力を得まして、国際的に公募した若い大学院生やポスドク研究者を集めまして毎年実施しています。その他に東南アジアに対する親しみや理解を持っていただくというような試みもしています。中でも特筆すべきは2014年に開始しましたビジュアルドキュメンタリープロジェクトというのをぜひご紹介したいと思います。これは東南アジア各国の若手の映像作家たちによる作品を毎年公募しまして、その中から選ばれたものを京都で上映して、監督の皆さんをお呼びして交流するというプログラムです。これは開始以後国際交流基金アジアセンターのご協力も得まして、毎年どんどん盛り上がりを見せていまして、一つの外に向けた大きなプロジェクトとなっています。お話ししてまいりましたような活動や知識と情報の資源の共有を通じまして、私たちは持続可能な自然環境や多元的な社会の共生を可能にするような地球コミュニティの形成を目指して日々研究に邁進していきたいと思っています。